イベルドローラタワーはスペインバスク州ビスカヤ県ビルバオにある超高層ビル。2009年3月19日に着工し、2012年2月21日に竣工した。全高165メートルであり、ビルバオとバスク州で最も高い建築物である。エネルギー企業のイベルドローラ社の本社として建設された。1階から8階までは、 アバグループによるホテルとして使用される予定だったが、結局ホテルとしての使用は断念され、200人収容のホールとなった。それ以外のフロアは、業務用フロアとして使用されている。タワーに隣接して、カルレスフェラテールが設計した二棟の住宅がある。タワーの入り口は、エウスカリ広場に面している。建設中の2009年9月1992年。 ビルバオ都市圏の都市再生のための公共企業として、ビルバオリア2000が設立された。ビルバオリア2000は1970年代に工業危機を受けた地域の再生成を目的とし、かつての工業地区を住宅用地、オフィスビル、緑地、その他の用途の建築物に変換した。これらの工業地区の一つには、サルベバシとエウスカルドゥナ造船所の間に、アバンドイバラ地区があった。 1990年代初頭、ビスカヤ県の地域当局は、シーザー・ペリーのチームを選出し、34万8000平方メートルの区域の都市計画のマスタープランを任せた。最初の提案の一つには200メートルのツインタワーの建設があったが、アギナガ建築連合も加わった後の最終的な計画では、150メートルの単一のタワーと10階建ての 住居ブロックが提案された。造船所跡地には、エウスカルグナ国際会議場、コンサートホールなども建設された。1998年、ビスカヤ県政府は、ビルバオ市に所有する建物すべてを売却し、計画中の150メートルのタワーに移転することを発表した。タワーが建設される予定の土地は、レンフェによって所有されていたが、7900万ユーロで、 ビスカヤ県政府に売却された。タワーは5万平方メートルのオフィス面積が予定されていたが、さらに1万平方メートルはないと、ビスカヤ県政府の活動には十分でないと判断され、ビスカヤ県政府は全高を150メートルから160メートルに増やすよう要求した。2003年の地方選挙では、ビスカヤ県知事に、ホセルイスビルバオが当選し、 高額の費用がかかるタワーへの庁舎移転計画を廃止することを決断した。タワーへの移転を求めるテナントについて様々な憶測がなされたが、2004年7月、ビルバオ氏はエネルギー関連企業のイベルドローラと合意に達した。イベルドローラはタワー上部の1万平方、タワーは全高165メートルで地上を40階建てが、 予定され、建設費は2億1000万ユーロと試算された。低層外部分には、アバグループのホテルが入居することが予定されたが、後に撤回されて、ホールに変更された。ネルビオン川に隣接しており、かつては工業地区だったアバンドイバラ地区に建設された。この地区は1990年代以降に再開発がなされ、イベルドローラタワーの他にも、ビルバオグゲンハイム美術館、 エウスカルディナ国際会議場、コンサートホール、スビアルテショッピングセンターなどが建設されている。ネルビオン川を挟んで対岸には、デウスと大学が位置している。ビルバオトラムのアバンドイバラ停留所が、最寄り駅である。ありがとうございます。